おー、かっこいい。内装おしゃれ。キャンピングカーだよ。こんにちは、モータージャーナリストの K です。今回はルート6の軽キャンパーウォームスライトをレビュー。ベース車はスズキのエブリィ。この車の特徴はジムニーを思わせるユニークなルックスが特徴の軽キャンパーなんです。エブリィの外観をジムニー風に変身させることができる。ジムニーキットをカスタムしています。その他ルーフキャリアやサイドオーニングなどで武装しています。アウトドアの雰囲気満点のハードなルックスですね。また同社の看板モデルであるウォームスは木のぬくもりを感じるデザインで2022年のグッドデザイン賞を受賞したモデル。こちらのウォームスライトも同じコンセプトを引き継いでいます。ライトというネーミング通りシンプルな軽キャンパーになっています。キッチンを標準装備としながらリーズナブルな価格で購入することが可能なんです。価格については動画の最後にアナウンスしますね。職人が手掛けたインテリア、ウォームスライトの内装。ウォームスライトのファニチャーはウッドを多用しています。完全自社生産された家具は一つ一つ職人が手掛けています。見た目だけでなく、触れた時の質感にもこだわって製作されています。長く使い込むほどに経年変化による木の雰囲気の変化が楽しめます。室内両サイドの下層部はスリムな設計になっています。ベッド展開時のサイズは幅約1170、奥行きは1800mm。大人2人がゆったりと就寝することができます。助手席を倒すことで居住スペースをさらに広くしたり、荷物置き場としても活用できます。天井には温かみのある LED 照明が備わっており、室内を明るく照らしてくれます。標準装備でスクエアタイプのシンクがビルトインされています。食器やアウトドアギアの汚れ落としに使えます。リアサイドウィンドウ部分には有孔ボードが設置してあります。フックをかけることで食器や調理器具、ランタンなどを吊るすことが可能です。助手席側のシンク下にはハンガーバーが備わっています。タオルなどがかけられますね。助手席リア側には給排水タンクが収納されています。バックドア付近に備わっており、運び出す際に便利な配置です。運転席側にもバーが備わっており、ここもタオル掛けや小物ハンガーになります。
この部分はキャビネット収納にもなっています。詳細は後ほど説明しますね。運転席側のウィンドウ部分にも有孔ボードが備わっています。おしゃれにギアを吊るすことで見せる収納として活用することができます。電源が欲しいユーザーは用途に合わせてポータブル電源を選ぶことが可能です。助手席リア側には電源スイッチが備わっています。ここには小物を収納できるほか、ケーブル類をしまっておくにも便利ですね。室内用テーブルも収まる床下収納。ウォームスライトはベッドマット下が収納スペースになっています。助手席側のベッドマット下には、室内で利用できるテーブルを収めることができます。取り出す際には、このように引っ張ることで取り出すことが可能です。セットする際には、天板裏に備わったロック部分を固定します。テーブルは収納していても、その下にさらに荷物を収めることが可能です。運転席リア側も同サイズのスペース、左右で区切られており分けて収納することができます。運転席リア側の側面はキャビネットになっています。内部は2段に分かれており、小物を整理しておくのに便利です。アウトドアの雰囲気抜群の外装を紹介。ルーフにはハードカーゴのアウトドアキャリアを装備。キャンプギアやルーフボックスが積めるだけではなく、武骨な雰囲気ながら実は洗練されたデザインで、旅車としての雰囲気を高めてくれます。助手席の上部にはサイドオーニングが備わっています。キャンプの際に日差しや雨よけとして活躍してくれるアイテムです。使用したいときに手間なく広げられるのがオーニングのメリットです。足元にはオフロード系のエクストリームホイールを装着可能。軽キャンパーの足回りがベース車そのままだとちょっと弾けないですよね。足元からワイルドな雰囲気を演出することができます。このウォームスライト、ジムニーフェイスキットを仮装したショーモデルなんですが、装備を厳選することで188万5400円という衝撃価格で購入することも可能です。外装はシンプルでいいから安く購入したいというユーザーに適してますね。スズキのエブリィをベースにジムニー風のルックスを備えたウォームスライト。ワイルドなルックスとシンプルな内装が特徴の一台です。このチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしています。チャンネル登録と高評価を
よろしくお願いします。